さあ、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後そうよ。道元寺を兼ねてお待ち見せみ。さて、中夜、1月の12日、旧暦、うちなぬくいめ中夜、しわし12月の2日にあたといびん。中琉球新報の記事から、うちなぬニュースうちてさびら、中のニュースを。位牌の継承に、男女どちらでも良いが増えるでのニュースやびん、ゆでなびら。琉球新報が去年に実施した県民意識調査で位牌継承の考え方を聞いたところ、男女どちらが継いでもいいとの回答が7割近くに達しました。琉球新報が九十奥のあたるの県民意識調査、うちなんちのうちなんのちのちゃやちゃしかんげとがやんじんの調べうとうて、位牌継承、位牌継承ることに、地域の歓迎、ちちゃるところ、位牌や、生きがいな軍地、ねえらん、たーが知人ゆたさん、じの、フィントが7割近く相びいたん。背景には、ジェンダー平等の意識が浸透したことや、少子化などで、選択肢が限られてしまっているとの見方があり、この背景にはこの歓迎のもととなとうせジェンダー平等、生きがいなぐんちあみ、生きがといなごいんたき、差別性ならんでのこの歓迎のひるがたることと、少子化、なしもんのこの生きらくなやに、いいフェイ中性かんなじ、息があらんとならんでのことが、もちかしくなとんでのことと、おりから沖縄独特の祖先崇拝や、位牌継承については、大きな意識の変化が起きています。うちのあの、親うがんすあがみいし、またいいフェイ中ゆることについての歓迎方の、一平川地町委員。位牌は長男が継承するという慣習は近年までは根強くありましたが、この位牌や着手が中心でいぬ慣れ慣習慣れや近頃まで中区のことを呼びいたしが、うちなあの慣習についての本、フォークンジャチョウミセールの麦社代表のザマミカフカさんや、少子化や住居形態の変化など、様々な要因が絡み、長男のみの継承が難しくなる中、女性が継承することへの心理的抵抗が和らいできているのでは、と推察しました。この麦社のザマミカフカさんや、このぐろなしものくわん生きらくなとおい、住居形態数定の持ちようんくりまじといろいろと変わとおい、着信美形がうぬとうとうめちじる、ちじゅしの持ちかしくないる中、いなくがとうとうめちじることに対して、んぱする歓迎のよくなてういびらんがや、んち、うみゆとおいびん。一方で、沖縄の伝統的な祖先崇拝についてどう思うかとの質問に対し、大切だと答えた人は 81.5% となりました。この一方で、うちなの、昔からしてらとおる、親うがんす、あがみることについて、チャーシュームとが、チャーウムイガンリの他人会や、ウレナ提出やびんち、ヒントーサル長、81.5% やびいたん。大多数が大切だと感じていますが、過去3回の調査では、これらの回答は 90% を超えていました。うちなおて、提言ちのちゃがおのやファウジ、あがみせ提出しんち、おむといびいしが、
クリマジの三回の調べを通って、クヌヒントや 90% クイトイビータン。ザマミさんは、祖先崇拝を大切にする気持ちは大きく変わらないものの、優先順位が多少低くなっただけでは、と見て、新型コロナの影響で一時的に下がった可能性を指摘しました。ザマミさんや、このうやうがんすう提出にする心を、あずか何十か変わってうらんしが、優先順位、着手がかんなじちじゅし、たがちじゅしんでいいの歓迎が、いへよくなたのあいびらんがや、この新型コロナのために、いっとちうれうの歓迎の、さがたんやあいびらんがやんち、お話しそうびん。祖先す、祖先崇拝そのものに対する意識も変化しているのか、今後の動向が注目されます。祖先崇拝親おがんすあがみいることに対して、うちなんちゅの歓迎方に、かわいのあみねえに、くりからまたし、うむしらびが、ちゃーがなていちゅら、うれいな中君長官とないびらんや、中やイーフェの継承に男女どちらでも良いが増えるんでのニュース。じゃる7日の琉球新報の記事からお伝えさびた。またあちゃゆしりやびら二平でびる。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は上地和夫さんでした。